はい、皆さんこんにちは、アチでございます。ドラクエ7やっていきましょう。なんか音がないって、音がなくて始めるって変な感じ。あ、でもあれだね、まとめやってる時はそうだったね。まばたきもせずにじっと固まっていると、いくら話しかけても全く反応がないと。先生、先生と、お、先生いない、え、せ、あ、先生じゃない、え、まばたきもせずに先生がいない、おい、あ、ちか先生、あ、いや、なんか怪しい音楽鳴ってる。うわ、なんだこれ。手に古い手紙のようなものを持ったまま固まっている。こっそり手紙を覗いてますか。あ、はいはい、あちは手紙を覗きに見た。この手紙があなたの目に触れる頃には、おそらく私はもうこの世にいないでしょう。長年病を患っており、この日を覚悟してはいましたが、ただ娘のことが気がかりです。あの人の重荷にはなりたくないので、娘には父親のことは教えておりません。古い友人であるあなただけがお頼りです。どうか娘の貢献をお願いできますでしょうかと。あ、お願いできないでしょうか。あ、一緒だね。あ、でも日本語で難しいね。できないでしょうか、できますでしょうか。多分日本語知らない覚えたての人が聞いたら真逆の言葉に聞こえるんだけど、意味一緒なんだよね。厚かましい願いかとは思いますが、どうか聞き届けてくださいませ。今も変わらぬともクリーニーエミリアより。これ多分エミさんのことのような気がしますね。宝箱なんかあった、なんと命の石を見つけた。あ、お医者さんっていう感じがするね。あ、私ここ来てないわ。うい、はい、特に何もね。あ、こっちだね。怪しいねこれ。あ、じゃあ壁の絵を調べた。時計塔が描かれていたはずのキャンバスの中には奇妙な空間がうごめいている。おお、旅の扉なのかな。うわ、なんかなんか変な感じ。敵さん出てきたんだよね、きっとね。出てきたらここの敵も空間に閉じ込められてるって感じだね。やばい、 MP がちょっと少ないね。いや、これ強いんだけど、ちょっと止めましょうか。多分ボスいるからね、これね。一遍止まってきた方がいいかな。一遍帰りましょうか。帰って、MP 戻していきましょう。はい。あ、ごめんなさい、ちょっとね、今ね、くしゃみがね出るかなと思ったんですけどくしゃみが出ませんでした。おー、なるほど、そうなってんだね。じゃあちょっと時計を動かし、いっぺん MP を回復させましょう。やで止まらないからね。ちょっとこれめんどくさい手順ですね。で、 MP 回復して、はい、時計が動き出しましたと。あ、で、ヤード屋泊まりましょう。あ、その前に売っていこう。売り物ね、よいしょ。すごく新鮮だね、この方向で言ってると。売ります。私はね、あ、朝露もあれだね。よし、お、シルクハット600もする。あ、これ置いときましょうか。シルクハット置いときましょう。気軽ほどね。で、マリビルさん、旅人の服、
まあ、とりあえずこんなもんでいいでしょうかね。で、荷物整理しましょうか。もうこれいらないね。世界樹は持っておきましょうか。シルクハットはね、シルクハットは全然、これ見た目アイテムだよね。あ、でも種類か、悪かないんだよね悪かないんですね。で、よいしょ、ネガボ君、アミットまんじゅう持たせていっか。刃のグルミランはちょっともう袋入れておきましょう。で、スライムピアス、スライムピアスはちょっと置いとこっか。うん、こんなもんだね。で、あとやってもらいましょう。はい、来た来た、もう恒例だねいや、もうこれだよ、これ行事になっちゃったね。さあ、で、これで時計を止めてまして、と、おお、で、誰だっけ、あの、うちのマリベルさんにはもうメラミ専用員になってもらわないといけないんでね。その間火力が悪いんですけど、しっぺ返しでもやっておきましょうか。さあ、行きましょう。まさかお医者、お、なんか光ってる、なんだなんだなんだ、え、それだけそれだけなのね。こういうポイントがあるんだね。はい、じゃあ行きましょう。さあ、ここで作戦でマリベルさんがメイレイさせろで、回転しないんだよね、ここね、こんだけしかね。あそこに行けばいいっていうことだね。ただすごい迷路になってっから、まあここでちょっとレベル上げれたらいいよね。はい、ダンスニードルで、川の持ちじゃ、もう川の持ちじゃ知れてるよね。捨て身の攻撃なのに、あ、捨て身の攻撃するとあれだね、が、防御力なくなんだね。今3番目の人がめちゃくちゃ食らってるもんね。おお、いいけど、いや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 、特技だったね。あ、一旦のうちだけだね。なんか変なね、家が浮いてるんでね。ああ、ワープすんのかこれ。あ、で、こっち降りて、で、宝箱取って、お、唐辛子、鷹の爪が出てきたね。これはもう一番トロボイ私だね。1しか上がんなかったね。お、ちょっと待ってね、戻るよ。両サイド空いてるように見えるのは気のせい、いや、降りれるね。あー、で、こっちに落ちんのね。今度逆から行ってみよう。お、お、ハヤテのリングは私すでに持ってるよね。あー、じゃあいらないか、袋入れときましょう。ガボクもマリベルさんも十分早いでね。おお、一応しっぺ返ししときましょうか。あ、いいね、
聞く？あ、聞くね。モノマネ師なんだね、言ったら。悪魔の壺ってそんなに強かったかな？そうだよね、そんな強くないよね。お、宝箱を落としていきましょう。お鍋の蓋ね。お鍋の蓋なんかいらないわ。で、おう、おお、あ、スマイルロック、爆弾魔じゃないんだね。これはどうすべきだろう。一応しっぺ返し一旦様子見ましょうか。強そうだな、これ。時間かかりそうだね。爆発するんでしょ、どうせ。当たんないや。道具で祝福をマリベさんね。ポイントありそうだね、敵さんもね。まあ、ああ、倒した倒した。また始まったね。祝福を主人公に入れときましょう。さあ、マリベルさん、しっぺ返しそこか。足んないもんね、攻撃してこれでね。あ、やっちゃった。あ、1当たったわ。200とかあったらいいんだけどね。あ、ないな。経験で132でしたね。あらら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 と。で、あそこにも宝箱。あー、で、ここに来るのか、結局。おー、そうなのね。これは無理だな。お、あ、でもお互い効かない。マリルさんが効かないんだね。お、来たー。おー、おめでとうございます。初メタルスライムだわ。1000でもなんともない。あ、1000しかないんだね。前1500あったような気がしたんだけど。あ、で、これを降りていったらあっちに行くのか。なるほど。フロア1は多分制覇しましたね。あと、このフロア2ですか。あ、これはもう、しっぺ返しだね。お、一撃で終わった。あ、そっか、もうこれ捨て身を考えてたのか。ひょっとするとね。マリベさんに使っちゃおうか。ちょっと今回魔法使いのヒットポイントがえらい低いんですよね。さあ、とっと祝福ガバコに使っちゃおうか。あ、いい感じ。
感じですね、時間が良くなりましたので、それではこの辺で終わっておきましょう。ドラゴンクエスト戦を終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。